レシジオ研究室です。クライムオブエンジェルの藤井です。力の抜き方、脱力とか言うじゃない。で、具体的にどうやっていいか、それをこんな方法はいかがでしょう。さて、10年以上前かな、テキサス州の、あるゴルフ場に来ましてですね、ビジョン54知ってます？あの宮里藍プロが一時、師匠と仰いだ、ピア・ニールソンとリン・マリオット、この女性たち2人、まあ実は私と同い年なんですね、同級生、まあ一緒に学校行ったわけじゃないけど、まあ、いずれにしても彼女たちがやっているその先生を指導者のための3日間の合宿っていうのがテキサスであって、私は日本から行きました。日本人として初めて一人でね入って、あとはもういろんな国から来てたな、まあ、フィンランドからも来てたし、いろんなそのゴルフのティーチャーと言われてる人たちが集まって、まあ、3日間その合宿やりました。その中でね、ゴルフ練習場、広いとこを使ってゴルフのクラブ、アイアンをね、わざと飛ばすっていう、ボールじゃないよ、クラブを飛ばすという競技じゃなくて、そういうカリキュラムがあったんだね。その時間があって、みんなでそのクラブ持って好きなだけ飛ばせとか言って、リンとかあのピアに言われて、ワンと、これやってみてほしいと言ったって、やれるとこないけど、ほとんどの人がやると後ろ飛んできます。ひどい人になると真上とか、または逆方向に飛びます。つまりそれだけ知らないうちに手に力が入って、指に力が入って、飛ばそうと、左へ何かを飛ばそうとした時に、それだけ指に力が入っていたらヘッドは走りません、ということを先生たちは言いたかったんだね。で、まあそういうことが分かった後は少しずつできるようになるんだけど、まあ実際自分がボールを打ってる時にどれだけ指に力が入ってるなんていうのは分かんないよね、これね。ということで、例えばですね、例えば誰かにクラブのヘッドをこうやって持ってもらって、こういう形で握ってます。いいですか、力をグーッと入れたら、なんかここだけで前腕だけで、綱引きの状態になるんだけど、まあ外れないぐらいの感じで少しこう力抜きます。そうすると何が起こるかというと、肩甲骨がグッ、さらにグッ、さらにグッ、さらに伸びてくるんだね。だから力を入れた時と入れない時のこの肩からヘッドまでの長さが、力を抜けば抜くほど伸びていくということを覚えてください。そうすると得をするわけだ。そうだよね、だって力入ってたら縮まってしまう、抜けたら届く。ということで、これできるかどうか分かんないけど、ゼロにしてみようか。ゼロ、トッププロたちのインパクトって結構背中が亀みたいに丸まってるじゃん。その理由は肩甲骨が離れていくんだね、肩甲骨同士が。逆に肩甲骨がグッと近づいてるとね、ヘッドが体の方にどんどん近づいていって損をするばかりだけどね、逆にこう楽に力が抜けば抜ければ抜けるほど、背中が丸まるような形になって伸びていく、そういう状況を作るためのやっぱり指先のセンシティブなゼロ感覚、まあ、できなくてもいいからやってみようよ。最初はね、スイング自体をゆっくりするといいよ。なんかスイングを速くしようとか飛ばそうと思って結構力が入っちゃってる場合が多いから、逆にスピードをすっごいゆっくりして、なんて一回意外と飛ぶんだよね、これびっくりするんだよ、これ意外と飛ぶんだよ。だからゼロって難しいよな、ゼロって。え、俺ゼロのつもりでやってんだけどな、困ったな。じゃあちょっと5でやってみるか、レベル5、感覚よ。うわ、むちゃくちゃいい球。ああ、どういうことだ。ってことは、
自分が大事にこのホールなんとかしてやるぞとか飛ばそうってした時に無意識のうちにレベルが10とか12になってたらこれは失敗するわな。それ真理です。それ覚えてください。まあ、とにかく練習としては、本当にそのメモリとか数字でその目の前に現れないからその、ね、測るものがなかなか、ね、ないでしょう。だから感覚でしかないけどもうレベル0ぐらいで実際ボールが打てるということを自分の中で証明していってなんか体験を積んでいくとじゃあ2でやってみよう、じゃあ3でやってみよう、じゃあ本当に大事なとこでよっしゃ本当に本番で大事なとこだけど3でやっちゃうとかさ、俺やってみようと思います。あさって、はい、いい、なんか自分でなんかいいことをピアとかリンにこの間言われたじゃん、何年も前に、今頃分かったのかお前はって言われちゃいますねきっとね、はい、なかなかこういうものというのは、冷や酒と親の意見とゴルフのアドバイスは10年ぐらい経たないと聞かねえと。あ、違う、冷や酒はすぐ後で聞くんだ、うん、親の意見とゴルフのアドバイスは10年以上経たないと聞きまへんということです。皆さん頑張ってください。クライムオブエンジェル藤井がお送りしました。それでは。